コルガンエア9446便墜落事故は2003年8月26日にバーンスタブル市営空港発オールバに国際空港業コルガンエア9446便が離陸直後にヤーマスの海岸から100ヤード沖の海に墜落し2名のパイロットが共に死亡した事故である同型機のビーチクラフト 1900D 事故機のビーチクラフト 1900D は2機の フラットホイット2カナダ PT6A-67D を搭載しており、1993年に初飛行した。事故までには16,503時間、24,637サイクルの飛行を経験していた。また、事故機は、コルガンエアが US Airways Express 便として運行するための機材だった。 事故機は2003年8月23日に保守点検を実施した。しかし、一部作業は翌日の8月24日朝に延期された。事故機は24日に10回の飛行を行い、点検が夕方に再開され、8月26日に完了した。この点検で両側のエレベータトリムアクチュエータが交換された。しかし、エアラインメンテナンスマニュアルの手順をスキップし、 ケーブルを前方ケーブルプーリーシステムに通す際にケーブルの向きを補助するためのリード線を使用しなかった。さらにアムにはエレベータドリムドラムが間違って描写されており、ドラム周囲のケーブルの向きの描写は曖昧であった。9446便は回送便として臨時に運行された便だった。8月26日の夕方、事故機はオールバニに向かうため、 バーンスタブル市営空港から離陸しようとしていた。離陸する前に、機長は点検で、エレベータドリムアクチュエータが交換されたことを知った。ものの、チェックリストにある証拠を打の確認は行わなかった。9446便は15時40分に、滑走路24から離陸した。離陸直後に、エレベータのピッチトリム角が意図せず1.5度の、機種下げから3度の機種下げに動いた。 10秒後にエレベータトリムは7度まで動き、最後までこの状態だった。パイロットは緊急事態を宣言し、トリムの異常を報告した。9446便は左旋回しながら約1100フィートまで上昇した。パイロットは滑走路33への着陸を要求し、管制官は全ての滑走路への着陸を許可した。 9446便は滑走路を目指したが、機体は急激に高度を落とし、30度の機種下げ姿勢で水面に激突した。9446便は空港から100ヤード地点の水深約18フィートの海に墜落し、乗員2名が死亡した。国家運輸安全委員会が事故調査を行った。回収された9446便の 残骸残骸の全容 NTSB は9446便が点検でエレベータドリムケーブルを交換した後の初めての飛行であったことに注目し、メンテナンス担当者がメンテナンス手順を省略していたことを突き止めた。アムにはエレベータドリムドラムが逆向きに描かれていた。ドラムを逆向きに取り付けることはできないが、ケーブルをドラムに誤って配線し、 トリムシステムを逆転させることができた。アムの図では、ノーズアップトリムタブケーブルが、ドラムの前側ではなく、後ろ側から引き出されるように描かれていた。同様にノーズダウントリムタブケーブルは後ろ側ではなく、前側から引き出されるように描かれていた。その結果、コックピット内のトリムタブは正常に作動していたが、尾翼のトリムホイールが、トリムタブとは、 正反対に動くようになっていた。また、機長が離陸前に昇降だの確認を含む、プリフライトチェックリストを行わなかったために、パイロットがメンテナンスエラーに気づかなかったと述べた。パイロットは、手動でトリムを機種上げ位置に設定したが、メンテナンス不良により、実際はトリムが完全な機種下げ状態になっていた。調査官は、フライトシミュレータで百四十六便と、 同様のトリム設定で6回離陸を試した。5回は離陸直後に墜落し、1回は離陸して上昇できたが着陸前に墜落した。NTSB は2004年8月31日に最終報告書を提出した。NTSB は事故原因は不適切な昇降だの点検及びケーブルの交換と点検後の確認不足だとした。また事故に寄与した要因として、 パイロットがチェックリストに従わなかったこととビーチクラフト社がエレベータドラムについて誤った記載をしたことを挙げた。NTSB の最終報告が公表された後、エアロニュースネットワークはビーチクラフト 1900D のメンテナンスマニュアルが原因で過去に2件の事故を起こしていたことを明らかにした。しかしビーチクラフトの親会社の冷静ン社は9446便の 墜落事故に対する非難を否定し、ビーチクラフト社の広報は、コルガンエアの作業員のミスがなければ事故は起きなかっただろうと述べた。ありがとうございます。